今回ムニという展覧会を開催している玉井圭と申します。まずこちらの作品なのですが、生きている植物と死んでいる骨というのをテーマに、柔らかな印象で生と死を表現しています。こういったように僕の作品はムニッとした表現と、あと唯一無二な世界観というのを感じてもらいたく作品を作っております。こちらの作品はラットバットと言います。作品のこのバサッと羽を広げている感じと、バットバットというタイトルをかけていまして、こういったタイトルと作品のモチーフの動きとかというのをリンクさせて、見てもらう人にタイトルと作品が一体化している感じを考えてもらって、作品と見ている人のコミュニケーションを感じられるようにしております。こちらの作品も同じような感じで、タイトルがトゲトゲというんですが、トゲトゲしいものがちょっと丸みを帯びているのでトゲトゲという名前になっております。こうしたように、作品を見た人と、作品と作品を見た人のコミュニケーションというものを大切にしていて、見ていて飽きさせないような作品作りをテーマとしています。